皆さんこんにちは、店長武蔵とその仲間のバイク店をさせていただきます。バイク屋のえなんでっていうコーナーでございます。昨日ですね、XLR バハね、 XLR バハという、バイクが以前てか昔ね、もう30年ぐらい前になるんですかね、ありましたけども、ご存知ですか？あ、そうですか、ご存知で、はい、あの丸み二等でね、今バハラリータイプになるんですかね、はい、そのモデルがあったんですよ。あの XR じゃなくて、ね、XLR の方の時のバハね、あれはねいいですよ。なんといってもバッテリーがついてないですから、あのコンデンサーなんですよ。だからいいですよね。置いといてもキックでかけられる、まあ、キックしかついてないんですけどね、キックでかけられるので、であとバッテリーの影響を受けないので、バッテリーが下手ってきてもね、下手ってきてもって下手ついてないんだから下手るようで、バッテリーがやっぱり弱ってくるといろんなところに不都合が出てくるじゃないですか。とりあえず、まあ、キックあれエンジンかけられるからいいやって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、ヘッドライトが暗くなる、ウインカーをつけるとどうなるとかね、うん、まあ、いろんな影響で、であまりにもいくらねキックでかけられるといってもバッテリーが下までね、もうね完全にもう 1V 2V しかないの状態になってしまうと、エンジンをかけてもですね、実はバッテリーにみんな電気が食われてしまうんですよ。そうするとですね、車体に送る電気がないっていうことでですね、エンジンが吹けないとかですね、そういうことになりかねない。そうするとバッテリーを変えなきゃいけないわけ。いや変えればいいんですよ。やっぱりバッテリーはね、あの、12V 切るようになっちゃったらもう変えた方がいいですよね、変なトラブルをね、起きる前に変えといた方が、まあ、一頃に比べるとすごい日本のメーカーの、GS ユアサとかね、すごい高くなっちゃいましたけど、そこはねありがたいことに台湾ユアサだとか、なんとかとか、いろんなのありますから、そういうのをね、購入してつければいいのかなと。まあ、日本を愛している皆さんなら、日本の純日本製を買われるのかもしれない、ねね、そうなんですよ、ね、なるべくなら日本製と呼ばれているものをね、買いたいと思うんですけど、例えばね、タケノコの水煮とか、なんだそれ、いきなり水煮なんだと思います。タケノコの水煮ね、中国製だと100いくらで売ってるのに1袋、日本製京都産なんて書いてあると同じ500円、さすがにちょっと買えない、庶民はね、うん、庶民なんで、いくら日本のやつをと思ってもさすがにそこまで違うとね、チンジャオロースとか使ってたけどこの水にまあいいんですけど、はい、それで、バイク屋のえと思ったコーナーでございましたね。XLR バハなんですよ。XLR バハの、昨日ね、チェーンの交換、うん、ツーリングを前に、チェーンの交換をしたい、ね、で、チェーン、もうだいぶ経ってるから、チェーンがもうダメだと思うんだけどっておっしゃるんでね、オーリングがもう外れちゃってるんですよ。さすがにね、金空が出てる場合もありますけど、それでダメっていう見方もあります、ああいうのもありますけど、オーリングがね、もう飛んじゃってる、うん、それでもうダメなんで、あ、そうですねっていうことで、じゃあ注文しといてくださいっていうことでね、チェーンをね。で、チェーン、来てますよっていうことで、オイル、チェーン交換して、あと、ブレーキフルードも、もう2年ぐらい変えてないと思うからっつって、で、ブレーキフルードも変えたんですよ。で、ブレーキフルード変えて、でふと、ブレーキホースを見たらね、なんかついてるんですよ、液体が。だから、あ、ブレーキフルードついちゃったのかなと思って、ほんと拭かなきゃって拭いたらなんか広がるんですよ。えあれって言って、でティッシュでね、なんだ、でパーツクリーナーで、あ、やっぱりブレーキフルードだったんだ、伸びちゃったんだなと思って拭いたら、やるとどんどん出てくる、広がるんですよ。あれと思って、でよく見たらブレーキホースから持ってるんですよ、カシメのところから。でもね、2、3年前に変えてるんですよ、実はホース。新品に。普通、盛らないですよね。で、まあ、そのホースこれなんですけど、これね。うん、で、ちょっとね、外しちゃったんですよ。ホースのカバーがついてるんですよ。こう、ゴムのね。で、この部分、ちょっとね、XR250 を見れば、ついてると思うんですけど、こちらですね。草ね、これ、このカバーが付いてるじゃないですか、このカバーで。こっから持ってくるわけですよ、隙間から。出てくるんですよ、どんどん。で出てきてたんですよ、昨日ね。うん。でもこれ、ここのカバーも付いてるな。ちょっと違う、若干違いますけど、
それで、今回はですね、こちらなんですよ。はい。こちら。これがついてたんですけど、でこのカバーがここまでついてて、あ、まあ、これもついてますね。カバーがここら辺まで乾か、こういうかかってるんですよ、ここまで。で、ここの隙間からどんどんなんか出てきたんですよ。で、これピッピッと押すとピュー、もういくらでも出てくるんで、であとブレーキに、ね、握るとね、握り応えはあるんだけど、握るたびに、この辺からちょろちょろっと出てくる。で、もうブレーキホースダメだから、うちにある、ちょうどですね、XR バハ用のがあったので、それをとね、交換させていただいて、で、これは後で外して、で、何が原因なのかなと思って、こう、そのカバーのとこ切ってね、開けてみたら、錆びてるんですよ。ここのところが、かしめが。要は、そのカバーの隙間から水が入って、で、いや、おそらくこの中にここまで水が来てね、で、ずっと使ってるから、こう、鉄なんで錆びてきちゃった、うん。そういうことみたいですね。はい。で別に変な負担かかってるとか曲がるこう無理にね曲がっちゃってたとかそういうわけじゃないので、それで結局ダメじゃないですかね、たまたまこう見ててねあれと思ったんですけど、まあ、あのご本人はねいやブレーキフルード変えてよかったっつってもし気づかなかったらねそのツーリング先で何かあったら大変だってブレーキ抜けちゃったんでね、ねただ水が確かに水が入ったら抜けないですよねカバーになってで上側はでも隙間が空いてるわけだから水入りますよね、まあ、ちょっとかかったぐらいじゃそうそう入らないと思うんですけど、まあ、まあ理由は分かんないですけど水がとりあえず水が入ったことは間違いないですよね、入ってたことはねでそう錆びちゃったと抜けないから覆われてますからねと、いうことですね予想もつかないようなことがあるんですよやっぱりね、ああそう、ね、でやっぱブレーキだとこう握ったと圧かかるんでその時にビャって抜けちゃったらねスカッていきますからでフロントブレーキなんか抜けちゃったしには危ないですよね、もちろん全てそれで事故るわけではないかもしれない、ただ確率は非常に高い特に強く握った時とかにね、やっぱりなるかもしれない。軽く握ったら分かんないでしょ。この感じだと。だからエア抜きとかしたんで、こう握ったんですけど。ね分かんないけどね。こういうこと起きるんですよね。なので、点検した方がいいですね。はい。こまめに点検した方がいいと思います。特に出る前にやっぱり点検するのが一番いいんですよね。乗る前にね。おそらく多くの方はね、朝、例えば通勤とかで使ったら、朝そんなことしてる暇ないんですよね。エンジンもかけてパッと行っちゃいますよね。たまにしか乗らないとかね、ツーリング趣味で乗ってるとか、ツーリングとかね、で、暖気運転しながらね、ちょっとこう、一回りしながら見ながらとかね。まあ、タバコを吸われる方だったら、タバコ吸いながら、笑いながら、こうね、こう見ながらね、ぐるっと、やるっていうのもね、いいのかなと。まあ、吸わない方は吸わない方でね、こう見ながら。暖気運転しながらね。と回りしてブレーキの効き具合とか握ったりしてねいいのかなと思った次第でございます。はい。で、ちなみにですね XLR250 とか XLR バハですかあと XR バハ、XLR250 あのあたりのブレーキホースは皆もう欠品になっております。相談部品になってましたね。 XR250 のブレーキホースは昔うちで XR250 のレストアした時に XR250 用のホースが出なかったんで前期型のね後期型の、XR250 バハのをちょっと試しに買ってみたんですよ、買ってみたんですけど短かったんですよ。XR250 の方が長い、ストローク長いんですよね。だから、バハ用のは合わなかった。それでそれを取っといたんですよ。買っちゃったけどもね、使えなかったから。つなげようとしたら届かなかったんですよ。届かないですよ。ちょっと貼っちゃうとかそういうんじゃなくて、届かない。で、ダメなんで、取っといたんですけど、でそれを今回ね、たまたまあったから、すぐね、交換させていただいたんですけど、それを、一応価格を確認したら、もう絶版になってました。確かね、買ったのそんな昔じゃないと思うんですよ。1年半ぐらい前、それぐらいになっちゃうんですかね。まあ1年半経ってはね、なる可能性はありますけど、買えなかったね。
で、なので、80年代から90年代初頭の、要はホンダのね、オフ車の、ブレーキオフサーも出ないっていうことですよね。うん、だから、CRF250L とかね、ああいうのの革を代わりに使うとかね、そういうことになるのかなと、もし純正を使いたい場合は。で、最近、社外品で、オフ車用のこのカラーつけられるんですよね。うん、売ってる、オフ車用で売ってるんですよね。だからそういうの買って、やっぱここの部分がないとダメじゃないですか。このカラ、こんなカラ樹脂のね、このカラがないと、ストローク長い分ね、そこでこうそれがこう動くようになってるんで、ただのホースだ、ゴムのホースのままだ引っかかっちゃうんで、あとやっぱまっすぐになってるんで、そこだけはまっすぐになった方がいいと思います。売ってるんですよ。だからまあそんなにね、で、まああれなんですけど、このホースね、 XLR、XR、この辺は6000何本とかだった当時ね、ちょっと前までは、ちなみにヤマハの TT250R レイドってありますよね、ありますよね、あれうちでも昔ね、販売させていただいたことがあるんです。そしたらふと見たら、フロントフォークの、フロントフォークにこう降りてきて、一緒に降りてきて、ホースが。で、一箇所クランプで止まってるところがあるじゃないですか。で、こうね、液入れ替えて、まあ、オーバーホールしてるんですけどね、ブレーキ全部シールド変えてる、ブレーキにね、矢抜きしてもね、やってて、そしたら、なんか、いつまでやっても、こう、あれ、全然ダメだなと思って、ふと見たら、その、フロントフォークのこう止めてるね、クランプのところから、ブレーキフード持ってて、どうしようもないじゃないですか。それ確認したらね、中を開けてったら裂けちゃってる、そこだけ、このカシだから、そのクランプでこう締めてるところが負担になってたみたいですね。そこでダメになっちゃったんですよ、なったみたいなんですよ。でしょうがないから注文しますよね、当然のことながらね、ヤマハにね。でもあれ何年前ですかね、何年前かだったけど1万3000いくらだったんですよ。もうやばいですよね、1万3000何本するってホースだけで。だってね、こんなこと 言うのもなんですが、そんなに利益乗せてないんですよ。で、レストしてね、あれもこれもみんな変えて売ってるんですよ。そこに来て1万3000円のホースがのしかかってくるっていうね、あれは痛かったですね。はい、あれは痛かった。うん、だから要は結構だからブレーキホースで抜けるんですよね。当たり前ですよ、圧かけるんですから常にね。で、ゴムじゃないですか。で、経年劣化しますし、もちろんそうじゃない場合もあるわけですよ。だから気をつけて持った方がいいですね。はい、ブレーキホースなんて交換しねえよっていう人いっぱいいらっしゃると思うんですよ。メーカーはなんか2年に1回交換とか書いてありますけどね、弱気ですよねメーカーはね。20年30年経っててずっと変えてないのあるじゃないですか、怖いですよね、ある意味ね。いや、ブレーキホースなんて大丈夫でしょってみんな思っていらっしゃいますよね。思ってないですか。ね、私も別になんかね、いいかななんて昔はよく思ってましたけど、最近そういうのがね、ちらほらあるんですよ。あんま古いと、やっぱりちょっと問題あるかなと。20年前、30年前の車両でね、ブレーキホース一点にも変えてないとかね。やばいっすよね。やばいっすよ。はい。でも、ね、中古車でブレーキホースまた変えてまで売ってるとこってあんまないでしょ。ね、いやもう古いからって、危ないんで、そういうのみんな変えてあります。とかね、そういうお店だったらいいかもしれないですよね。うちはできないじゃなくて、やるようにはしてるんですけど、まあ車両によってはね、車両によってはやるようにしてるんですけど、難しいですよね。その高くどんどん高くなっちゃいますからね。でも危ないですか。だから現状とかのところはこう細かく書いてあったりするんですよ。そういう販売するとはもう部品としての販売ですみたいな車両なのに。だから何か必ず整備してから乗ってください、何かあった場合は自己責任ですみたいなね、当店は一切責任を負いませんみたいなことがあったりとかね、そういう店もあるんですよ。やっぱりそれそうですよね。買う側は乗れるもんだと思って買いますから、普通は。普通にまともに乗れる状態だろうと思って買って、もし何かあったら危ないじゃないですか、困るじゃないですか。そんな感じでもね。
怖いですよ本当にこんなね。まあ、前後あるんでね、とりあえずね、まあ、片方が抜けたとしても片方があるから、まあ、乗れないことはないのがオートバイでございます。だから2系になってるわけですよね、必ずね。車もそうですよね、前後でちゃんと系統が違うんですよね。だから前が抜けても後ろは効くとか、後ろが抜けても前は効くとかいう作りになってるんですよね。でないと危ないですもんね。でも昔私が乗ってた 360cc のライフ水泳のやつ、2気筒のあれは前後全部1系統でしたね。だから一箇所どっか抜けたら、あーって止まらなくなる。サイドブレーキある、あメカニカルだからサイドブレーキありますけどね。そんな感じで皆さん、ゴム類はねやっぱり変えた方がいい、点検をして乗りいただけると